今月の仕送り20万だけって何事？30万にしろって言ったわよね。息子さん他界したので婚姻財仕送りできません。は？何言ってるの？20万は入ってるじゃない。信じられないのはわかります。でも本当なんです。夫は自ら命を絶ちました。まさか本当なの？いつ？前にお母さんと電話した時から1週間後くらいです。どうして黙ってたのよ。夫が遺書に葬式はしないで、しばらくは誰にも知らせないでほしいと書いてあったんです。30万円の仕送りがされていなかったことに怒っていた姑は、私の言葉を聞いて無言になってしまった。息子が他界したと聞けば言葉を失うのは当然だろう。流れる沈黙の時間に私はそう思ったのだが、どうやらそうではなかったらしい。先行投資のつもりで労力とお金をかけて育てたのに残念。まだまだお金がもらえると思ってたんだけど。お母さん、それは本気で言ってるんですか？息子さんが他界したっていうのに出てくる言葉がそんなものですか？他界したならもう言葉に気遣う必要はないでしょ？そうそう、息子の20万円の仕送りがなくなるのは仕方ないけど、あなたと10万円の仕送りは約束してたから、それはよろしくね。ふざけるな！私は姑の信じられない言葉の数々に気がつくと怒鳴って電話も切っていた。これが姑の本性だ。かなり嫌な気分にはなったが、これで姑への高額な仕送りの件は解決しそうである。この電話、実は私はマキ、28歳で会社員をしていて、もうすぐ結婚する予定だ。結婚相手の純太は32歳で、工場機械の修理やメンテナンスなどを行う整備士。結婚前の同棲はしていないので、今も別々で生活をしている。しかし、夫の部屋の鍵は預かっているので、私は自由に出入りできる。そのため、私は夫の家によく行く。お帰りなさい。今日も匂うわね。もうご飯できるけど、先にお風呂入ってきて。言われなくても先にお風呂にするよ。夫は室内を汚さないように玄関で靴下を脱ぎ、ズボンの裾が床につかないように引き上げながらお風呂場へと向かった。夫はいつも汗と油の匂いを漂わせて帰ってくる。いい匂いではないが、必死に働いている証拠なので嫌がるようなものではない。私は真面目な性格で必死に仕事に取り組む夫が好きだ。お母さんへの挨拶が済んだら、本格的に二人で暮らす家探し始めようね。何回も言わなくても大丈夫だよ。夫がお風呂から上がると晩ご飯だ。最近の私は晩ご飯の時にいつも家探しの話をする。それだけ二人での生活が待ち遠しいのだ。夫は私の確認にいつも面倒そうな言葉を返すが、晩ご飯を食べる口元は緩んでいる。夫も二人での生活を楽しみにしてくれているのだろう。二人で暮らすと、これまで通い詰めたこの家賃の安いワンルームともお別れだ。狭くて不便を感じることも多かったが、出ていくとなると少し寂しさを感じる。私は卒業生がお世話になった教室を眺めるように部屋の中を見渡す。夫は30歳を超えても安くて狭いワンルームに住み続けてきたが、決して給料が少ないというわけではない。以前その理由を夫に聞いたことがある。ねえ、もうちょっと広いところに引っ越さないの？狭くて不便じゃない？ここは職場に通いやすいし、家賃も安いからな。狭いのは我慢すればいい。
まあ広さ以外は便利なのか。お金は節約しないとな。夫は節約家だ。家賃だけでなく食費や電気代なども節約してるし、服なんかも必要最低限のものしか買わない。ちょっとケチっぽさはあるが、浪費癖があるよりは全然いいだろう。結婚するならこういう堅実派がいいとも思う。仕事に真面目でお金に堅実で私に優しくしてくれる。そのため私は夫と結婚することに対して何の不安も感じていなかった。しかし姑への挨拶をきっかけに私は結婚に対して急に不安を感じることとなった。姑に結婚の挨拶をする日、私は緊張していた。大丈夫かな、嫌われたりしないかな。心配しすぎじゃない、大丈夫だって。義実家の前に着くと私の呼吸は荒くなった。気持ちを落ち着けるために深呼吸をして持ってきた水を一口飲む。私がここまで緊張することには理由がある。姑は夫を産んですぐに離婚したらしい。また義父は離婚後行方をくらまして養育費の支払いもすぐに止まったそうだ。そのため姑は女手一つで夫を育てた。苦労しながら大切に育てた息子を嫁に取られたと思って嫁姑問題が起こるのはテンプレだ。片親なのでできれば嫁姑問題は避けたい。平穏な結婚生活をスタートさせるためにも姑から好印象を得ておくのは非常に重要なことなのだ。私は水のペットボトルをカバンにしまうと、よしと気合を入れて義実家へと入る。あんたが純太の結婚相手？気に入らないね。どうやら平穏に結婚生活はスタートできないらしい。まだ玄関で簡単な挨拶をしてリビングに通されて座っただけだ。私が何か粗相をしたというわけではなく、これは最初からいい印象を持たれていなかったのだろう。お母さん、いきなりなんてこと言うんだ。これから身内になるんだから遠慮はいらないだろう。それにこういうことは最初にちゃんと伝えておいた方がお互いのためなのよ。お母さんがなんて言っても俺は結婚するからな。別に結婚に反対をしているわけじゃないのよ。ただ私の気持ちを伝えただけだから安心しなさい。私の目の前で静かな親子喧嘩が始まった。気まずい空気に私は正座している足の指をもぞもぞと動かしながら早く時間が過ぎることを願う。舞の何がそんなに気に入らないんだ。中小企業の会社員でそれほど収入がないんでしょ。結婚の挨拶に来たはずなのにずっと夫と姑だけで話が進んでいく。ここで変に割り込むと姑からの印象がさらに悪くなるかもしれない。そのため私は夫にこの場を任せることにした。ただそれほど収入がないというのはさすがに少しイラッときた。確かに私の給料はそれほど高くはない。しかし決して低いということはなく生活に困ることもない。やはり手塩にかけて育てた息子が苦労する可能性が少しでもある相手とは結婚させたくないということなのだろうか。舞さん、いろいろ言ったけど大切な息子です。よろしくお願いしますね。はい、わかりました。1分が10分に感じるような地獄の時間がようやく終わった。姑からは気に入らないと言われたが結婚に反対しているわけではないので最後にはよろしくと言われた。やはり息子のことを心配しているだけなのだろう。姑との関係はこれから深めていけばいいと私はポジティブに考えることにして少し痺れた足で立ち上がる。そうそう、純太。私たちが帰ろうと玄関から出ようとした時、姑は夫を呼び止めた。
夫が呼び止められたので、私も足を止める。舞さんはいいの。表で待ってて。私はのけ者みたいに扱われた気がして、少し寂しく思った。しかし、親子だけで話すこともあるだろうと思って、玄関から出て、静かに扉を閉める。私が扉の前で待っていると、中から夫と姑の会話が聞こえてきた。新送り。わかってる。扉越しなので会話は聞き取りにくく、断片的にしか聞こえない。ただ、仕送りとは聞こえた。今まで知らなかったが、夫は姑に仕送りをしていたようだ。しかし仕送りの話なら、私を追い出す必要があったのだろうか。私が仕送りに反対するような人だと思われているのだろうか。ごめん、待たせた。ううん、大丈夫。仕送りの話は気になったが、私には聞かされなかった会話なので、夫に確認することはできない。今まで結婚に対して何の不安も感じていなかったのに、私はこの姑への挨拶をきっかけに不安を感じるようになってしまった。それから数ヶ月後、私と夫は無事に結婚して夫婦生活が始まった。結婚の挨拶の時に不安を感じたが、そんなものは結婚の幸せですっかり吹き飛んでいる。そのため仕送りの会話の件も忘れていた。しかし夫婦生活が始まると、すぐに仕送りのことを思い出すことになる。私の貯蓄はこれだけね。純太のは？俺は、夫は悪いことをした後の子供のように、もじもじしながらテーブルに通帳を置いた。結婚前に貯めていたお互いの貯金の扱い方は、夫婦によってそれぞれだろう。私たちは結婚前の貯金を、夫婦のお金として扱うことにした。そのためお互いに通帳を見せ合っているのだが、私は夫の通帳を見て驚いた。え、全然ないじゃん。なんで？あんなに節約してたのに。実はお母さんに仕送りをしてて。仕送りという言葉を聞き、私は幸せモードですっかり忘れていた結婚の挨拶の時の夫と姑の会話を思い出した。仕送りとほとんど空っぽの通帳。私の胸はざわざわする。夫の口から仕送りと聞いたし、姑に仕送りするなら、これは夫婦のお金に関係することでもある。そのため今回は遠慮なく質問させてもらう。仕送りってお母さんによね、いくら仕送りしてるの？月に20万。20万?想像以上に高い額に、私は開いた口が塞がらなくなった。結婚して早々に、こんな大事件が発覚するとは思ってもいなかった。夫は新入社員の頃に、月3万円の仕送りを始めたそうなのだが、徐々に額を上げるように姑から要求され、今では月に20万円も仕送りする状況となっているそうだ。姑は最初、仕送りはいらないと言っていたらしい。しかしそれでも夫は姑に仕送りを続けた。姑は仕送りをもらううちに楽して生活することを覚えてしまったのだろう。姑は57歳とまだ若いのに、勤めていた会社も辞め、今は軽くパートをするだけとなり、生活費を夫の仕送りに頼り切っているらしい。夫の給料から20万円を差し引くと、必要最低限の生活費くらいしか手元に残らない。私はここで夫が安いアパートに住んでいたり、あまり物を買わないのがようやく理解できた。どうしてそんな無茶な仕送りを続けるのよ。厳しいなら断るか、無理のない金額に落とせばいいじゃない？いや、お母さんは俺が大学を卒業するまで苦労して俺のことを育ててくれたわけだし、お金も大変だったと思う。だから、なんか頼まれると断りづらくて。私が手に持った夫の通帳を
そっとテーブルに戻すと、夫は自分の通帳をぼんやりと眺め、何も言わなくなってしまった。育ててもらった恩と優しすぎる性格から、夫は姑の要求を断ることができず、言われるがまま、仕送りの額を上げてしまったようだ。姑の要求を断らなかった夫にも責任はあると思う。しかし夫の話を聞いていると、姑は夫が恩を感じていることを理解していて、優しい性格につけ込んでいるような気もする。私は叱られた子供のようにシュンとしている夫になるべく優しい口調で話しかけた。お母さんを大切にすることはいいことだと思うけど、今の関係性は良くないと思うの。そうだよな。やっぱりそうだよな。夫は自分の通帳を取るとパラパラとめくりながらため息をついた。夫も姑との関係がこのままではいけないことは理解していたようだ。ただ夫の性格やこれからの姑との関係性などを考えると、いきなり仕送りをスパッとやめたり、最初の3万円に仕送りの額を落としたりなどすることは難しいだろう。少しずつでいいから仕送りの額を減らしてくれる？ああ、今度お母さんに電話しておくよ。夫は通帳を片付けるためにリビングから出て行った。その夫の背中は一回り小さくなったように見える。高額な仕送りが発覚してから3日後、夫はまだ姑に連絡はしていないようだ。早く連絡してほしいところだが、夫からすれば姑に仕送りの減額を求めるのは勇気のいることだろう。そのため連絡をせかすことはできない。しかし、うかうかしているうちに姑に先手を取られることとなってしまった。もしもし、舞さん？ちょっとお願いがあるんだけど。もうすぐ休憩が終わって仕事に戻らないといけないんです。大丈夫よ。すぐに終わるから。はあ。実はね、息子には仕送りをしてもらっているの。先日夫から聞きました。姑は自分から仕送りをもらっていることを報告してきた。黙っていても近いうちに月20万円もの仕送りをしてもらっていることが私にはバレる。そのため先に自分から打ち明けて私の怒りを軽減したり、なるべく仕送りの額を落とさないように相談したりなどする算段なのだろう。そう思うと仕事の昼休憩を狙って電話をかけてくるのもうまい。時間がなければ焦って冷静な判断ができなくなるからだ。姑は意外と作詞のようだ。私は夫が姑に押し切られる理由がなんとなく理解できた。また姑は私が思っていた以上の厚かましさも持っていた。仕送りの話を聞いてるのね。じゃあ話が早いわ。息子が結婚して舞さんも仕事をしてるってことは世帯の収入が増えるってことよね。だったら仕送りの額を増やしてほしいの。息子にはもう20万円もらってるから、舞さんの給料から10万円ほどってのはどうかしら。は？私は思わず大きな声を出してしまい、職場の仲間たちからの視線を集めてしまった。恥ずかしさを押さえつけて姑と電話をしたまま、周りには頭だけ下げて謝る。そんなの無理に決まってるじゃないですか。そう、無理なの。じゃあ息子にもう10万円払ってもらおうかしら。ちょっと何考えてるんですか。姑の斜め上からの発想に私は再び大きな声を出してしまい、また周りに頭を下げる。結婚の挨拶の時、私の収入のことを気にしたのはこういうことだったのか。でも舞さんが払わないなら息子に頼むしか。わかりました、なんとかしますから。その代わり今月からじゃなくて来月からでお願いします。ありがとう、助かるわ。私はたっぷりの敗北感を味わいながら電話を切る。
仕事の休憩中に電話をかけてこられ、夫を人質にするような言い回しをされたことで、私は姑からの要求をつい飲んでしまった。姑の作戦にまんまとはまってしまったわけだ。その日の夜、私は夫に姑から仕送りの増額を要求する電話があったことを報告した。は？お母さん、舞のところに電話をかけたのか。しかも舞にまで仕送りを要求するなんて。ごめんなさい。純太が仕送りの額を減らしていけるように頑張ってくれるって言ってくれたのに、私がその仕送りを増やすことになって。いやいや、舞が謝ることじゃないだろ。お母さん何を考えてるんだ。私は夫に謝りながら少し嬉しい気持ちにもなっていた。夫は姑のことになるといつも気弱になるが、私が姑に仕送りを要求されたと聞いて怒りの感情を見せてくれたからだ。これなら夫が姑に注意してくれることも期待できるので、いい流れである。しかしそのいい流れはすぐに止まってしまうことになる。なあ、会社が倒産するらしいんだ。翌日の夜、仕事から帰宅した夫はゾンビのようにふらふらと私のもとに来て、魂が抜けたような力のない声で耳を疑うような報告をしてきた。私は無言になり、晩ご飯の準備をする手が止まってしまった。新婚なのに、姑の問題があるのに、なんとタイミングの悪いことだろうか。どうしてこんな時にと思ったが、このご時世なので会社が倒産することがあっても仕方ないと思う。真面目に働いていた夫も悪くない。私の行き場のないがっかり感はいつまでも不況から抜け出せず、経済を成長させられない国に向けてごまかすことにした。こうなると状況は変わってくる。翌日、私は姑に電話をかけた。お母さん、来月から仕送りを30万円にするっていう件ですけど、少し待ってもらえませんか？どうして？何かあったの？実は夫の勤める会社が倒産しまして、先のことを考えて少し仕送りの増額は待ってもらいたいんです。舞さんは来月から仕送りは30万円にするって約束してくれたじゃない。状況が変わりましたので、そこをなんとか。息子のことは気の毒だけど、約束したんだから守ってちょうだい。いくら息子の仕事なくなるって言っても、舞さんに貯金はいくらかあるんでしょ。それに息子は退職金とか失業保険とか解雇予告手当とか、その辺のお金も入るんじゃないの。いや、でも。食い下がってみたが、姑は私の要求を飲んでくれなかった。このことを夫に報告しようと思ったが、夫は失業のショックを受けてグロッキー状態だ。とても仕送りの話はできない。どうしたものかと悩みながら、私は無気力な表情でテレビを眺める夫を眺める。姑は息子が失業したというのに、なぜそれでも仕送りを求められるのだろうか。夫の心が弱っている姿を眺めているうちに、私は電話での姑との会話を思い出して、少しずつ怒りが湧いてきた。それから夫の失業から1ヶ月が経った。今回から姑の仕送りは30万円なのだが、20万円を送金。もちろんお金にがめつい姑はその夜すぐに電話をかけてきた。通帳を確認したわよ。今月の仕送り20万だけって何事？30万にしろって言ったわよね。今回から仕送りが10万円も増えると思って楽しみにしていたのか、姑はそれはそれはご立腹のようだ。しかし20万円しか送れなかったことには理由がある。私は姑にその事実を伝えないといけない。息子さん他界したので婚姻財仕送りできません。は？何言ってるの？20万は入ってるじゃない。信じられないのはわかります。でも本当なんです。夫は会社が倒産して心を病んでしまって、
自ら命を絶ちました。今回の20万円は夫が利用していた毎月自動で送金してくれる銀行のサービスの解約が間に合わなかったものです。まさか本当なの？いつ？前にお母さんと電話した時から1週間後くらいです。どうして黙ってたのよ。夫が遺書に葬式はしないで、しばらくは誰にも知らせないでほしいと書いてあったんです。だから直葬をしました。きっと真面目な夫は30歳過ぎて命を絶つことに恥を感じたのでしょう。周りに伝えるときはくも膜下出血ということにしておいてほしいとも遺書に書いてありましたが、お姑さんには本当のことを伝えておきます。姑は無言になってしまった。家から電話をかけているのか、姑の家のテレビの音だけがかすかに聞こえる。息子が他界したと聞けば言葉を失うのは当然だろう。また夫に高額な仕送りをさせていたことを悔いているのだろう。流れる沈黙の時間に私はそう思ったのだが、どうやらそうではなかったらしい。そういえば息子は生命保険に入ってたんじゃない？葬式をしなかったんだからお金が残ってるんじゃないの？そのお金って私には入らないわけ？は？先行投資のつもりで労力とお金をかけて育てたのに残念。まだまだお金がもらえると思ってたんだけど。お母さん、それは本気で言ってるんですか？息子さんが他界したっていうのに出てくる言葉がそんなものですか？他界したならもう言葉に気遣う必要はないでしょ？そうそう、息子の20万円の仕送りがなくなるのは仕方ないけど、あなたとは10万円の仕送りは約束してたから、それはよろしくね。ふざけるな！私は姑の信じられない言葉の数々に気がつくと怒鳴って電話も切っていた。これが姑の本性だ。かなり嫌な気分にはなったが、これで姑への仕送りの件は解決しそうである。姑との気分の悪い電話から1週間後、朝早くにインターホンが鳴った。さっさと開けろ！インターホンに出ると、画面には姑の顔のドアップが映し出され、いきなり怒鳴りつけられた。しかし私はびっくりすることもなく、冷静な口調で返す。今行きますから大きな声を出さないでください。私は食パンを焼いていたトースターを止めてから、のんびりと玄関へと向かう。私がのんびりしすぎたのか、待ちきれない姑はドアを叩いて叫び始める。何してんだ！早く開けろ！面倒に思いながら玄関を開けると、そこには鬼の形相をした姑が立っていた。お前嘘ついたな！息子は普通に仕事してるって聞いたわよ。え、ああ、夫のことですか？はい、夫が他界したってのは嘘ですけど。はい？あまりにも私があっさりと嘘を認めたので、姑はあっけに取られて間抜けな表情をしている。夫が他界したという嘘はずっと突き通すつもりはなく、電話の場だけ騙せればいいものだった。そのため夫は姿を隠すことなく生活している。転職先は見つかっているので毎朝出勤するし、知人や友人たちとも普通に連絡も取る。姑は人づてに夫が生きているとでも聞いたのだろう。母親なのに息子が他界したと勘違いしているなんてかなりの恥をかいたことだと思う。なんでそんな嘘？お母さんの本性をはっきりと確認するためですよ。隠れる必要はないので夫も玄関にやってくる。俺も前の電話は聞いてたんだ。何ですって？あの会話、夫は隣で聞いてたんですよ。もう気遣う必要はないとか、先行投資とかね。先行投資発言を聞いていた夫は姑を睨みつける。夫の見たことのない表情に姑はひるんで、さっきまでの威勢はすっかり消えてしまった。
夫は今まで姑のことになると少し気弱になっていたが、今は実に堂々としている。私の狙い通りである。私は失業して落胆している夫に仕送りを強いる姑が許せなかった。そのため最初は穏便に少しずつ仕送りの額を下げてもらうつもりだったが、ここはきっぱりと仕送りをやめてもらうことにした。夫は事前に仕送りの額を減らしていくように努力すると言ってくれていた。これまでの夫と姑の関係性や夫の性格を考えると勇気のいることだと思う。私の言葉でその勇気を出してくれたので、もっと背中を押せば仕送りを一気に止められると私は思ったのだ。そこで私が考えた作戦は、夫が他界したことにして姑の本書を引き出して夫に確認してもらうことだった。不謹慎な作戦だとは思う。しかしこのままでは夫の人生が潰れてしまう。そのため私は周囲からどれだけ悪者扱いされてもいいと思ってこの作戦を実行した。俺はお金目的の先行投資として育てられたんだな。いや、あれは言葉の例え話であって。へえ、じゃあ先行投資ってどういう意味で使ったんですか？姑はこの場を切り抜けようと頭をフル回転させているようだ。何かヒントでもないかとキョロキョロしている。残念だが、どれだけ反撃方法を考えようと姑が出せるカードは少ない。あんたは育ててもらった恩をそうやってあだで返すんだな。なんてひどい息子と嫁だ。私は姑を睨んだまま心の中でガッツポーズをした。以前の夫なら育ててもらった恩を出されると引き下がってしまったことだろう。しかし姑の本性をはっきりと確認した今の夫にその手は通用しない。それにそのカードに対してはバッチリ対策済みである。育ててもらった恩ならとっくに返したよ。は？夫は小学校から大学まで公立の学校に行ってましたよね。その場合に子育てにかかるお金ってだいたい700万円ちょっとらしいです。夫は10年も仕送りしてきました。最初は3万円だったけど、5万、7万、10万と徐々に額が増えて今は20万円。今までの仕送りの額を合計したら1080万円でした。夫の育児が先行投資なら300万以上も得したわけだし、もう十分なんじゃないですか？姑は返す言葉が見つからないようだ。恋のように口をパクパクさせるだけで声は出ていない。これも私が夫の背中を押すためにネットで調べた情報だ。姑に労力もお金もかけて育ててもらったと思うと、優しい夫は姑を突き放せないだろう。そこで私は夫に自分に使われたお金の額とすでにそれを上回る額のお金を姑に渡している事実を教えた。すでに恩を返したと数字で判断できたことで、夫は姑への恩をきれいに頭から消すことができたようだ。来月からは一切仕送りはしないからな。ちょっと待ってよ。そんな、それじゃ私生活できないじゃない。お母さんはまだ57歳ですよね。それならいくらでも働けるじゃないですか。そんな、今更働くって。姑はなんとか食い下がろうとしたが、夫にはっきりと仕送りはしないと言い切られたことで、状況を覆すことを諦めたようだ。どんどんと声は小さくなっていき、何も言わなくなってしまった。これは私が望んだ展開だ。姑の仕送りは私が断ってもいい。しかし私が断っても、姑は私が見ていないところで夫からお金を取るに違いない。そのため姑への仕送りは、夫の口から断ってもらう必要があった。今日は舞と出かける予定なんだ。話が済んだならもう帰ってくれるか？これからは連絡もしないでくれよ。どうせお金をくれって言うだけなんだから。夫は姑を玄関の外に押し出すと、
勢いよくドアを閉め、すぐに鍵を閉めた。姑はすでに状況をひっくり返せないと判断しているようで、玄関の外から遠ざかっていく足音が聞こえる。朝食の準備に戻るわね。私はキッチンに戻って、再びトースターで食パンを焼いた。夫は姑に言った通り、きっぱりと仕送りをやめた。仕送りに頼って生活してきた姑は、パートだけでは生活できないので就活を始めた。しかし10年近いブランクがあることや、すでに年齢が60歳近いということもあり、仕事は見つからなかったようだ。また夫からもらっていた仕送りは、毎月しっかりと使い切っていたらしく、手元には全然お金もないそうだ。そのため、今はパートを4つも掛け持ちして、朝から晩まで働いているらしい。もし私が夫が他界したと言った時に、少しでも姑が反省の意思を見せた場合は、いくらか仕送りは続けるつもりではあった。だが姑は夫を育てたことを先行投資と言った。チャンスはあったのに、そのチャンスをつかみきれず、苦しい生活になったのは自業自得と言えるだろう。夫は姑の老後の面倒も見る気もないらしい。貯金ゼロで57歳から老後に備えるのは相当大変だと思うので頑張ってもらいたい。私たちの方は新婚生活を満喫している。夫は仕送りの負担がなくなったこともあり、以前よりも明るくなった。また姑を突き放す勇気を持ったことで、少したくましくなった気もする。私はますます夫が好きになった。今日も早く大好きな夫に会いたいので、仕事の帰り道を急ぎ足で帰る。今回の朗読を担当させていただいたナレーターの曽我ゆりです。今回はむちゃくちゃひどい姑が出てきましたね。確かに、まあ、女で一つで息子を育てるっていうのはお金も、まあ、お金だけじゃなくいろいろ大変だったとは思うんですけれど、まあ、それを差し引いてもひどいですよね。皆さんはこの話についてどう思いましたか？よろしければコメント欄で教えてください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。